やっぱ成り立たんかな、ね、成り立たん、まあ、新しい形なんじゃないかな、ね、超隣に並びたくない超二人っきり僕たちが超重大イエーイ。そのねねでスクールメイク紹介をしまーす、はい、しまーすイエーイイエーイはい、おせっぴんです。いやです、かわいいです。最初から全部お見せします。はい、学校でしますか、うん、薄めに。いや、バレンテーナにやるんです。おー、悪いよね。メイクが私は厳しいので何もできない。眉毛ちょっと描くぐらいです。ねえ。難しいね。学校にしてくんならこんなメイクしたい感じかな。理想のスクールメイクを今日は、実は、りょうかさんのスクールメイクを朝から YouTube で研究してきました。はい、はい、私はあの下地と目悪いのでカラコン入れちゃってます。下地は乾燥さん、これは普段のメイクでもこれ使ってます。カラコンは、うん、あの斉藤なぎさちゃんのブランドのヒロインブラウン。まずカラコンからつけます。オーレンズのグロイのブラウンです。ナチュラルじゃろ。うん、ええ感。眉毛やります。わかりました。ユーアーグラムのアイブロウパウダーの2番。なんかそうたちは会話がないのでこんな感じで普段。はい、マネージャーさんとかに、うん、そのちゃんと何話してるのって聞かれるけど、うんうん、あの分からんから何話してるか、ね、あんま言うて分かりませんって言ってそんな話さんのよね、意外とね。一緒におって乾燥さんの下地塗ります。乾燥肌すぎて探して見つけたアイテム。これはほんま適当に塗るよ。涙袋、セザンヌの各二重アイライナーのグレージュ。ナチュラルにかける気がします。学校はマスカラがダメなので、うんうん、透明のまつげセザンヌのクリアマスカラ、これでちょっと束感にします。まずはこう塗ります。はい、こう塗ったら縦にこうやってしたら束感ちょっとナチュラルになります。これはビオレ UV キッズピュアミルクです。こっちも塗る。塗ります。キャンディードールのブライトユアベース CC。 これは白くするために塗るんや。顔、あの黒い毛、もともとなんでそんな白いの。小6の時に、うん、夏でも長袖を着た。小6から気使ってたらそのぐらい白くなれるやつと。そう、もうなんか多分半袖でさ走り回るよと。え、意外と、うん、鼻筋やろ。ちょっとだけアイムミミのデュアルフェイスカラーの2番。そのちゃんの声って何も聞こえない。アイムミミのデュアルフェイスカラーの2番です。はい、大丈夫かな、うん、涙袋を描きます。ケイトダブルラインエキスパート1番。こうやって涙袋の線をこうめっちゃ描く、うん、でぼかす。一日中さ学校直せんけメイクさ、めっちゃ朝は濃くしてこっちは描いとるぐらいやっとるよ。もともとあるよね、めっちゃ。もともと涙袋あったら将来目が垂れるらしいよ。いいな。あんま良くないらしい。え、対面の人大好き。違う、こうやってこうやってなるんだよ。こういう感じになってくるの。わかる？こうじゃなくてこういう感じ。難しい。アイラインは
ブラックだと確かにバレるからブラウン、ヒロインメイクのブラウン。何も書いてない。プライムリキッドアイライナーリッチキープです。めっちゃ書いてあるじゃん。ちょっとおすごい濃いかな。うん、濃くバレん。うますぎる。毎日やっとるっけね、やっぱり違うんですよ。じゃあちょっとリップ塗ろう。キャンメイクのムチプルティント05番薄めのやつにします。トン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 。ちょっと怖かった。なくしちゃったので借ります。サナのサナエクセルオーラティンクブラッシュピーチ&ピーチ。私は粉を落とす、大事、濃くつきすぎないので。うん、さっきコズノイに貸したやつでノーズシャドウしていきます。ノーズ、ノーズ。朝はあの学校行く前は鼻むくんででかい毛いっぱい描くことが大事。これはあの大きくないです。学校のね、ちっちゃいです。寝起きじゃん、寝起き。ケイトのカールアウェイキングマスカラたくさん塗るよ。あ、でもバレなそう。え、すげえ、めっちゃ伸びてる。やろ、めっちゃ伸びてる。こんな感じですね。じゃあまつげもやる。なんか終わった？もう。うん、じゃあ面白い話。え？面白い話。面白い話か。お話してくれます、今から、うん、そのメイクするから、ね、中間テスト、うん、帰ってきました、うん、政治経済めっちゃ良くて、うん、政治家、政治系のやつ、政治経済良かったです。1個あったけど3点足りなかったっけ。何が勝手になった。科学毎回苦手なの。難しくって、うん、難しかったですね。で、CO2 とか得意。炭素とか。ルルちゃんは？ルルちゃんは。大丈夫？赤手あっても大丈夫かな。大丈夫。うん、めっちゃ不安だよね。あ、見たことない。眉マスカラ、キスミーのヘビーローテーションカラーリングアイブロウの04番です。バッと行く、適当にやるんです。こうやって髪色が明るいから。あ、そういうこと。そう、眉毛が黒いとなんか馴染まないんよね。もうなんか色落ちしすぎて。髪色 OK？ うん、ダメだよ。さすがバーってる。悪いさすが先輩だ。悪いよ。これはスザンヌの UV シルクカバーパウダー、フェイスパウダーの01です。これは絶対使ってください。肌が白くなります。もう本当だ。確かに。やろ。これはマジね、5個ぐらい買っとる同じやつ。え、すごっ。スキンアクアとアップ UV エッセンス。これいいよな。これは首に塗ります。首塗った方がいいで。うん。こう友達と長寿代の話とかしたりするんですか。はい、長寿代出たらみんな見たよって朝一言ってくれます。学校行ったら感想 LINE してくる子もいます。はい、あのアドバイス。誰？オチ。オチっていう子が。なんて言ってくるの？例えば。うん、今回は喋れててよかったね。小暮さんとかも言ってた。かっこいいって言ってた。かっこいい？あのスタッフさんも面白いけん、ま、安心してネネを任せられるよって言ってた。オチは実在するんですね。あ、実在します。実在します。パールハイライト2番です。これは
3CE の韓国語で書かれとっては読めない。読めません。読めません。すみません。でもこれマジ可愛いこの色、うん、さあ終わった。じゃーん、終わりました。何分かかったかわからないけど終わりました。これはバレないと思う、うん。私のポイントは、まつげを透明にしたことでマスカラ塗ってるでしょって言われても、メイク落としを落とされた時にあのまつげ黒くならないから、これはいいと思います。ポイントは、ポイントはちょっと緩めの高校ぐらいやったら全然余裕でいける、うん、めっちゃ漏れるメイクです。先生にメイクしないかって聞かれたらどう対処すべきとかあったりします？いや、なんか普通に元からこういう顔すごい。いや、すっぴんですね。すっぴんです。もうすっぴんですって感じ。メイク落とししてもいいかな？それやられそうになったら逃げよう。ヤンキー。私は謝ります。え、ほんまに？うん、落とすの、おとなしく、うん、明日から、明日からっていう、これが一番いいんですよ。そういうこと、うん、すいません明日はすっぴんなのでって言って朝一に先生に顔見せに行って、うん、あのメイクするっていうのがいいと思いますよ。その後にメイクするってこと？そう、そういうこと。はい、ん、バイバーイ。